さあ今日も始まりました格闘技ファンが胸を熱くする時間の登場です。ライジンで会いましょう。今回は2017年4月30日埼玉スーパーアリーナで開催されましたライジンファイティングワールドグランプリ2017バンタム級トーナメントファーストラウンド夏の陣ライジン6をお届けいたします。さあそれではですね放送席をご紹介いたします。まずは所秀夫選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんか渋い表情ですね今日。いやちょっと緊張してました、まあ、結構出てますよねずっともがいるじゃん隣に、ね、今日は、初登場ということになります那須川天心選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、ライジン CEO の榊原伸之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあということで、はい、この大会2017年のバンタム級トーナメントがいよいよ始まるなという。トーナメント1回戦だったんですね。堀口対所秀夫というのは、はい、他にもですね那須川天心選手がミックスルールという形で対戦するということになりました。佐藤さん、どうしていきたかったんですか当時那須川天心。まあ選手たちの層も含めて言うと、はい、なかなかこうキックの選手たちって、うん、僕もあんまり詳しくないし。まあそうですよね、うん、天心のことしか知らなかったもんキックボクサーって、うん、あー、うん、やっぱりライジンに出てきた限りはチャレンジがあったり違うことに向かっていけるといいなっていうところで16年の年末2連発、うんうん、さあ MMA デビュー戦になりました神童那須川天心。わけ若いなライジン初登場。すごいなんかもう怖かったっすな。怖かったMMA というものが知らなかったんで練習2週間ぐらいしかできなかった。そうですよねすごいよねでもそれで挑んでくるんだよでガード入ってくるんですよ、うん、ここでパウンドです。伸びるそしてまた組みついていこうとしています那須川天心。相手はヨーロッパのテコンドーチャンピオンニキータ・サップンです。ここで取られた。ほら伸びているアームバー。いやアウトでしょ。いやあーやべえ。ここは左手は大丈夫ですかね。おお抜けました。天心タップしてなかったわ。してないですよねうわやっぱ危ないパウンドを浴びてしまいます。ただその後相手を逆さにしてそしてまた上からパウンド伸びる。さらにこの距離から伸びてきます。遠い距離からパウンドを一気に放っていってあとは怒涛の連打。もうサプンは何もできません。パウンドアウト。バラさん肝を冷やしましたよ。でもね、肝を冷やしたっていうかこうやって見るとむちゃくちゃいい作品ですね。いや素晴らしいですね。かっこいいです。結構このライジンで会いましょうでも、はい、また MMA 見たいなっていう声はあるんですよ。はい、ね、このファイトパンツ所秀夫オマージュなのって本当？あ、そうですよ。気使わなくていいよ。いや本当です。31日もう1試合どうですか？皆さん見たくないですか？いやそりゃ見たいけれども。もうこの時は手大丈夫だったっす。この時はね。この後から戻って。できるんで。もうなんか時間経つたびにもうあれ動かないみたいな。マジで。はい。さあそして中1日で。そうですね。大晦日に登場することになりました。大晦日の1試合目ですね。大忙しの試合目で。大忙しの年末になりました。今度はまた、立ち技ムエタイの選手になります。今度はあのオリジョですが、ここはうまくかわしていきました。ハイキックです。そしてバッキック前蹴りで詰めてきたところ叩きつけていきます。そしてこの全然怖がってねえもんな。やるしかねえだろ。すごいカボキック。いやでもさ MMA 選手の間合いで試合してる感じするんですよ、ね、いや間合いはそうなんですよ。ずっと僕多分 MMA 寄りの打撃なんでずっと。どういうこと？いやもう距離が遠いんで、はい、元々ガードとかしないんで、で距離は MMA に合ってる。なるほどね。すごい懐深くこう、はい、左クッ、はい、そしてこの後なんです。この技っていうのはいつ教わったんですか？いやもうこれはもう締めるしかねえと思って本能的にやってるじゃない、はあ、ですか、ね、俺だって忍者チョークというですね、はあ、なかなかまた見ない技なんですけれども、はあ、いやこれ所さんが20年かかって、はい、勝ててないやり方ですよ。練習でも決めたことないですね。だよね、はあ、これあれですよね。1試合目十字でタップした。タップしてないんですよこれ本当。これタップしてたら多分人生が
全然違う、まあ、確かにそうですね。え、俺タップしたように見えるから。いや、タップしてないですよ。あれは絶対にしてない、はいはい、もうまあいろいろ否定とかされましたけど、されたでもされましたよ、キックの中で。キックの中でってこと、はい、なんでやる必要ないだろうお前みたいな。そうですね、お前何考えてんだとか相当言われたんですけど、うん、まあでもね、出ていくしかないなって思って挑戦しましたね、うん、間合いから何からやっぱ向いてるんでしょうね、うん、そういう意味ではね、まあ、距離的にはそうですね、うん、とは思いますけど。どうすか来年からこれもうあのボクシングに行くともうあの言っているのであ、そうなんですか。そうですね。いやいやいや決まってんだ。そうなんです、そうなんですよね堀口教授これ、はい、まずそのオファー受けてどんな気分でした。まあ、とんでもない選手っていうのは分かってたんで、まあ、ちょっとまあ周りもそうですし自分もちょっと難しいっていうのはあったんで、うん、確かそうだった、うん、勝村とかやめろって言ったんだね。そうですね、うん、壊されるからっていう、まあちょっとやっぱり、はい、やっぱりだん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 その榊原さんがジム来て交渉してくれたりとか、うん、なんかだんだんやんなきゃな、やりたいなっていうのが出てきましたね。やっぱ格闘家っすねまあ、そういうところも含めて好きですね、うん、はいはいはい、うん、あなた別に断ったことないもんね。僕は断ったことはないですね、一回もないですね。だから怪我しててもやるって言いますし、いざ言われるとじゃあ天心とやりますかって言われて、そこでどもる人が多いんだわ。あ、やりたいですってずっと言っていながら、いながら、はいはい、うん、いつかはやってみたい、もうちょっと強くなって体作ったらやらせてほしいです。みんなの都合で天心は行かないよって言って、ちょっと勘違いしてるっていうかね、はい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 、でそこがやっぱりプロとしての嗅覚っていうか、年末の 2連戦だってそうじゃないですか天心、うん、そうですね、うん、ここが勝負だと思ったらオファーというかチョイスを取ってほしいなと思うんだけど、まあメイウェザーもそうですよ。メイウェザーそうでしたね勝ち負けとか一切考えなかったですよそうそう、もうやるしかねえしかなかったです、うん、だからもう正直ね、もう勝てると思い込むしかないと、うん、で、あなた思い込んだから、はい、僕らも思い込んだし、そうですよね、うん、みんな思い込んでたね、うん、そう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 、うん、でもね、それ感じられるのって僕だけじゃないですか、うんうん、だから僕の中ではすごいやってよかったなっていう、うん、あと3年ライジンでちょっと発表しちゃってるあ、そうか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 別にこっちでボクシングやってもいいですよね。いや、全然この間もやったしね、はい、なんかそれボクシングって言えないですよ。あ、そうか、あ、そうか、これここ光らなくなって久しいですね。ロープまた光らせる、また光らせましょうか、うん、でもロープの強度増さなきゃいけないみたいな、ちょっと最近言われてるじゃないですか。そうそう、だからちょっとまあリング作り変えようと今思ってるんで。マジっすか、うんうん、まあ、だってプライドの頃ってこんなに、まあ、転落なんてこともなかったし、うん、ちょっとじゃ構造に問題あるんですか今、もしかしたら、うん、まあ、だからそこを検証して、それはあそこに LED を入れてるこの今の、ね、はい、ロープの構造に問題があったりとかするのかもしれないんで、まあ、根本的にゼロからの作り直します。ほうほう、うん、広さが変わる、広さは変えずに、ただこれもまあ戦ってる選手たちの意見も聞きながらだけど、やっぱりエプロンをもうちょっとプライドの時代よりは伸ばしてるんだよ、はい、だけどもう少し外側のエプロンのところがあってもいいのかもしれない、うん、なんか縦にロープちょっと入れてもいい、入れてもいい、ね、あー、なるほどね、うん、そして肘打ち、えげつないことをガンガンやれるんですよ。女性が肘打ってるシーンって結構衝撃っすよ。これゴールデンタイムで流してるんですよ、これやばいな。さあ今度はやり返します。山本龍がパウンドを放っていく。キッドが亡くなって引退しようかなって言った時に止められたのが、はい、妹さん、聖子さんで、はい、聖子さんから、いや、やめないでって言われた。 DM でちょっと連絡来まして、キッドも続けてほしいと思ってるよと、はい、やめてらんないなっていうのは思ったんだ、はい、聖子さんの一言で。結構顔影響されてない？いや、してないですよいやいや、よく言われるんですよ、似てますよね入場の時はね。いやいや、それはないですよ。はい、名言出ましたむっちゃムラ下がってるむっちゃムラ下がってるいや、いいよ。いや、かっこいいですよ。ワンツーワンツー、さあ、ぐらついた。右のハイキック、さらに攻めていく。いい絵だね。いや、いいですね。これも
生忘れないですよ、これいいね、いい入場だね、これね。このワンツー、あ、今日はこの距離ねと逃げてないよね、機材も。そうですね、お、右です、カツー、左ストレート、あ、来た、僕より後だったんですね、キング、キングさんの前座っすよ、前座でしたね。この、これのですよ。思い切って打ち込んでいきます、バックブローも見せました。いや、小技ないっていいですね。お、左ストレート、左ストレートを放っていくレディタバー、顔を背けるキングレイナー、倒していきました。若手にね、背中を見せて走れる男に。39歳、最後の逆境、所秀夫。まずはローキック、森口です。今のカーフだよね、そうですね、結構遠かったっす。オフレッチ、しかし右だ、はい、打って当たったと思ったら、はい、そうですね、やられてましたね、ここですね、はい、ね、結果的にじゃあこの後休むわけだよね。やりきったっすね、はい、なんでまあまあもういっかなみたいなとこはあったっすね、この試合終わって。いやでもこう思うとですよ、来年からこの人いないっていうのはちょっとゾッとしますね。そう、天使にも心配されましたね、僕いなくなってライジン大丈夫ですかって。ああ、そういうならあんた。いや違います、いや、そういうわけじゃないです、ね、どうしてもプロモーションとかだと選手をこう契約でガチガチに固めて、はい、まあ、他の団体の人を悪く言う気はないですけど、買い殺しにしちゃうっていうか、塩漬けにしちゃうとかってあるじゃないですか、それ絶対ダメですよね。だからもう絶対信用して任せてほしいんだよね、うん、今はこれをやるべきだっていうことをみんな自分たちで考えるんだけど、それはやっぱり選手の視点の中で、目線の中での判断だし、だからそういう意味ではそこに何の躊躇もなく自分で考えずに任せてくれた選手が輝くんですよ。天心もそうだし、教授も、はい、いいっすよって言って相手選ばないじゃないですか、うん、はい、でもそういうのは一緒に作り出すものだから、だから僕はそういう人たちにこうなんか全て任したいなって思えるんですよ、うん、ガチじゃないとやっぱダメじゃないですか、うん、お互い試合してるっていう感覚はありますよ、ね、いいこと言うね、ありがとうございます。非常に熱いエンディングになりましたけれども、こっから所秀夫どう復活するかっていうね、そうですよ、何年後かに。いや、所さんって本当すごいですよね、常に我々のっていう。あの話の後でちょっともうきついです、ね、自分の話はきついです。ありがとうございます。